よし、続きやっていこう。ポチ、元気だった？3日ぶりぐらいかな。今回は、あれだよね。ついに、カップリング。これか。ただまだね、成長してなくって、できないと思うんだよね。あ、パートナー？映してみる。できる？これで。あ、ほら、体がまだ成熟していないので交配することはできません。やっぱ病院で OK って言われるまではダメみたいだね。じゃあもうちょっと時間経つまで進めるね。見守ろう、ポチたちの成長を。あ、上行った。ポチ登れるの、螺旋階段。子犬の時は一回も行かなかったね。大人になったから。わ、初めて2回見れた。あ、ベッドルームか。ここは高場のベッドルームかな。あ、書いてる。結構新しい行動をするようになったね。どうポッチ、ベッドで寝てもいいよ。あ、でも足の裏は綺麗だな。泣いてる。どうしたの。ちょっとだけ枠外に尻尾振ってるのが見える。降りるとこかわいいな。気をつけてね。お、奥もある。あ、奥行った。あ、お風呂場。あ、うっすらトイレが見える。高場用トイレが見える。そこ涼しそうだね、日陰で。メール来た。メアリーママから。ワンコ、花園に帰る。今日獣医さんに話を聞いてきました。どうやら花の茎をかじることが歯磨きの代わりになっていたようです。アキラさんのおっしゃった通りでした。犬用のガムなどを与えれば花をかじる必要もなくなるだろうとのことです。よかったね。あ、これでお返事返せないからメアリーママとのお話はおしまいかな。オッケー。よかったね。てか返事返してあげないんだ。よかったですねぐらい。よし。お、 PBS 来てる。チョコはガードマン。やよいちゃん。小学校に通う娘の登下校にうちの飼い犬のチョコがガードマンのように付き添っています。下校時間もちゃんとわかるみたいです。あ、やよいさんかな。お母さんかな。学校まで迎えに行くんですか。あ、毎日お迎えに行ってくれる、中堅ハチ公みたいな子なのかな、チョコは。ほほう。あと、メールも来てた。誰だろう。あ、京子ちゃん。気持ちも乗って。ゴンの絵か、いいですね。なんだかすごく描きたくなってきました。こんな気持ちも久しぶりです。嬉しいな。相談に乗ってくれてありがとうございました。もう大丈夫です。大丈夫ないで。あ、お返事かける。よかった、頑張ってください。きっといい絵が描けると思います。こっちかな。え、これでもうお別れですか。お別れのもう大丈夫です、連絡してくんなということかな。メアリーママは返せなかったけど、まだ返してくれる？京子ちゃん待ってるからね。ちょっと待って、京子ちゃん以外のはもうメール持ってられないから。たけしごめんね。メアリーママもごめんね。渡辺さんも。よし、これで OK。 あとは返事を待とう。くれるんだよね、お返事。まだくれるんだよね。ちょっとお茶でもしませんかはないのかな。メール来た。たけしから。伊豆です。今回は伊豆まで行ってきます。犬も泊まれる旅館とかホテルを探して、よく家族旅行に行くんだよ。小太郎だけ留守番じゃかわいそうだからね。帰ってきたらまたメール書くね。オッケー、待ってる。これはお返事できないね。コンテスト協会からのお知らせ。飼い主と愛犬が一緒になって楽しめるディスクドッグコンテストに参加してみませんか。健康な
成犬なら参加することができます。もう出ました。うちの2匹はもうショーを総なめにしてますから大丈夫です。 OK。 あ、ソファー乗った。あ、こら。え、でもいたずらかなこれ。別に寝るのいいかなって思うんだけど。ダメなんだ。まあ、でもいたずらって言われてるからノーってよ。かわいそうだけど。でも普通にさ、ワンちゃんソファーで寝てるお家いっぱいあるよね。あれなのかな、足の裏が汚いからってこと？別にあんまり気にしないけど、まあ猫とかも食卓上がるのは NG ってお家あるしね。うちはダメだった。あの食べ物食べるとこの机には猫乗っちゃダメっていう。あとキッチンは猫出入り禁止だったね。ソファーで寝かせてあげたいけど、なんかふかふかの買ってあげたいね、眠れるところ。あ、弥生さんと京子ちゃんから連絡が来た。あ、ちょっと弥生さんから。娘と大の仲良し。まだ小学生の娘はチョコと大の仲良しなんです。娘が小学校に通い出した時ずっと泣いてばかりいたんです。試しに鎖を外してあげたらやっぱり小学校まで娘についていきました。でも鎖外すのは良くないのでは。一応ワンコだから何があるか分かんないからね。ちゃんとつないでお母さんが一緒にお迎えに、お見送りに行ってあげないと危険ではないでしょうか。しかしそれは書けないから。教室まで。チョコは娘さんが大好きなんですね。はい、 OK。 そして京子ちゃん。あきらさんこんにちは。今は気分よくキャンバスに向かっています。ゴンの楽しそうに遊ぶ姿をイメージして絵が出来上がったら連絡しますね。え、見せてくれるということかな。この時代にあんまり画像転送ってないよね。つけられたっけ、こういうメールに。あんまり添付できなかった気がするから、直に見せてくれるということでいいかな。絵が出来上がったら楽しみにしています。待ってるよ京子ちゃん。あ、応援しています。え、見せてくださいね、かっこ直に。あ、今ポチにご飯あげようとしてるんだけど、この辺賞でもらったやつだね。あの大会出てなんだっけ、何、記念商品としてもらったやつ。これ最高級ソウルフードプレミアム。多分お店では買えなくって大会でしかもらえないのかな。ふんふん、この辺は普通にあったかな。あ、ミュープリントアダルト、謎の文字だ。いちごだけ読めるかな、あれ漢字。レアドッグ。特殊って何これ。あ、これは肥満用か。太ってきちゃったら多分ご飯とか揚げすぎてこれでちょっと痩せさせるみたいな。特殊って何。ちょっと揚げてみる、食べるかな、大丈夫か。あ、セーブしてからの方が良かったな。ダパチ食べる。はい、うん。食べてる、食べてはいるね。おいしい。かな、普通。一体どんな効果があるのかわかんないんだけど。美味しかった。まあいっか、よし、オッケー。あ、トイレしてる。はいよ。褒めてあげる。グッボーイ。すごい頑張ってる。あ、出た。
立派なのが出ました。ちょっとコロコロかな。流した？あれかな、トイレに流せる砂のやつかな。あ、でも犬は砂でしないよね。ペットシーツみたいのでするもんね。あ、お手紙も来てる。あ、お返事来てる。京子ちゃんから。ちょっと先に弥生さんを。兄弟みたいですよ。チョコと娘は小さい頃から兄弟のように遊んでいたんです。小学校に送りに行っても娘が入ってきちゃダメって言ったらちゃんと校門から家に戻ってくるんですよ。昼間は犬小屋で寝ていますから。でも学校が終わる時間になるとちゃんと起きて迎えに行くんです。賢いね。時間もわかるんだ。どうしてわかるんでしょうか。匂いとか音かな。あの学校のチャイムの音とか聞こえるのかな。あ、京子ちゃん完成。ゴンの絵が完成しました。かなりの自信作。今までで一番満足のいく作品です。アキラさんに最初にお知らせしたくてメールしました。写真を送りますね。あ、直には見せていただけなかった。あ、ちょっと待って、添付三角。あ、イラスト。あ、うちが飼ってるポチとももちゃんに似てる同じ犬種かな。ほんとゴールデンレトリバーって感じだね。ほほー、よくかけているじゃないですか。あ、でもお返事は、あ、できるできる。いい絵が描けてよかったですね。ぜひ直に見たいです。やっぱメールだと質感とかわからないんでね、直に見たいです。そしてお会いしたいです。もうこれでお話終わっちゃうかな。やりとりは終わってしまうのかな。何それ、かわいいんですけど。お腹出してんの。ペロも出てない。ペロもチロチロ動いてない。のびってしてんの。肉球かわいいな。あのちょうどよくお尻の穴はこの黒い線で見えなくなってる。でもこれ消せるんだよね。大丈夫だった、毛がふさふさだから。よいしょ。返事来た。弥生さん、どうしてわかるんでしょうか。家から5分とかからないところに小学校があるので下校の放送が聞こえるんです。それでチョコにわかるんだと思います。娘が遠足の時も間違えて迎えに行きますから。あ、そっか、いないのにお迎え行くんだね。かわいいですね。よしよし、コンテストに出展。京子ちゃん、ふんふん、ありがとうございます。実は動物画のコンテストが作品を募集中なのでこの絵を出展しようと思っています。やっぱり自信作はいろんな人に見てほしいですから。そうだね。一時のスランプが嘘のようですね。きっと高い評価をもらえますよ。高い評価をもらえますよはどうなんだろう。時のスランプが嘘のようです。なんか掘り返さなくてもいい気もする。こっちにしとくか。よし。たけしは伊豆からいつ帰ってくんの。たけしも待ってるよ。お、BBS に新しいの来てる。好き嫌いをなくす。嫌いなドッグフードでもすごくお腹が減っていたら犬も仕方なく食べます。このように嫌いなタイプのフードでも与え続けるうちに食べるようになります。あ、じゃあ絶対食べないってわけじゃないんだね。ただまあ好きなものを食べさせてあげたいけれども。あとメールも来てた。あ、二人から。ふんふん、学校で大人気。この日は娘が学校までチョコを迎えに行きました。チョコは小学校の人気者で地元の情報誌で紹介されたこともあるんですよ。ふんふん、娘さんも嬉しいでしょうね。あ、じゃあやっぱ毎日お迎えに行くとみんなも撫でたりしてるのかな。もしも入賞したら、京子ちゃん、ゴンの絵を見た人が犬を飼いたいなって思ってくれたら嬉しいです。だって描いている本人がそうなるくらいですから。
もしもコンテストに入賞したら、ペットの飼える物件に引っ越して犬を飼います。多分無理でしょうけれど、発表まで夢が見られれば、いや頑張ればお引っ越しはできるって。ワンコ飼おう、飼おうきっと大丈夫ですよ。もし飼うことができたら名前は、あー、どうしよう、ちょっと深くいくかもう名前聞いちゃう。よしよし、結構でも京子ちゃんとメールは続いてるね。お返事来た。複雑なようです。それがそうでもないようで、みんながちょこちょこってチヤホヤするものだから、ちょっといじけているみたいです。でも本当に仲良しなんですよ。いつまでもこんな関係が続くといいですけれど。ふんふん。あ、お返事はできない。あ、京子ちゃん、名前ですか。やっぱりゴンかな。ゴンの2代目だからコゴンにしようかな。なんちゃって。 PS、 今日コンテスト出展の手続きをしてきました。あ、お返事は書けないんだ。 OK、 待ってるからね。ご連絡待ってるからね。お、なんか拾ってきた。どれ。ドッカード。今ちょっと病院行って見てきたけど、まだ何も変わってなかった。で、帰ってきたらなんか拾ってた。どれだ。これ、あ、指輪。金色の指輪だがメッキが剥がれている。あ、でも結構大事なやつじゃないのかな。金色だけどメッキだからね、そこまで高価ではないけど誰かの指輪を拾ってきた。あと何個だ。 1,2,3,4,5,6 全部拾えるかな。外行って戻ってくると拾う可能性があるみたいだね。よしよし。あ、渡辺さんから久しぶりに来た。妻との激闘大丈夫かな。離婚問題かい。ご無沙汰しています、渡辺です。うちのモップですが、あきらさんの助言の通り一緒にいる時間が短かったようです。今ではできるだけモップと触れ合うようにして、妻と仲良しの座を競えるまでになりました。感謝とともに近況を報告する次第です。それでは。よかったね。あ、お返事は書けないあ、で、奥さんと取り合ってんのね、モップをよかったじゃんね、仲良くなれて。あ、ベッド乗った乗りたかったの、いつも見てたもんね可愛いけど、可愛いけど叱るまあ一応いたずらって出てるからダメに一緒に寝たりするのはいいかなって思うけどね。勝手に乗っちゃダメなのかな。猫は一緒に寝るけどね、勝手に入ってくるよで、あの腕になんか腕枕みたいのを要求してきて、なんか寝てるとかわいそうで腕を抜けないんだよね、起こしちゃうかなって思ってトイレ行きたくても我慢するから、猫が腕に寝てたら。あ、お風呂場行ったすごいおしゃれなお風呂。お、なんかバウンドボールイエローが届きました。なんかもらったあ、収入ね、やったぜ。あ、これで大人になったかな。大人にっていうか成熟したかな。見てこよ、どう。あ、スマート。あ、少し痩せてるって。もうちょっとご飯あげないとかな。うんふん。あ、成熟しています。交配して子供を作ることができます。ももちゃんは？ももちゃんの方がちょっと後に買ったからね。あ、ももちゃんまだだ。じゃもうちょっと時間が経つの待とう。ちょっとポチが痩せちゃってるからおやつあげよ。ポチ痩せ型だって。それかな、いっぱい運動したから。フード。あんまりワンコも痩せすぎを良くないよね、ベスト体型がいいもんね。おやつどれだ。
あこれマックスビーあげよう。お食べお食べ、いる、はい、あげる。あキャッチ食べする。おいしい。他にもあげたいな。骨ガムみたいのも食べる。せっかく買ったからあげてみよう。待ってね。どれだっけ。ナチュラルクッキー。あ、これ何がいいかな。あれ、これだけしか買わなかったっけ、骨のやつ。これでいいか。骨ってわけでもないのか。ナチュラルデンタル、これもあげてみよう。ストレスも発散。うーって言ってる。あげるよ。はい、どうぞ。おいしい。でもこの40キロカロリーぐらいじゃそんな太らなそうだけど、まあいいか。ご飯もうちょっとカロリーあるやつあげようかな。よしよし、ちょっと待ってね。メールが来てるから見に行こう。あ、お返事来てる。渡辺さん、同じ商品をうちのモップにあげようと思い、ペットショップでおもちゃを買ったのですが、帰宅すると妻が全く同じもので遊んでいました。まあ喧嘩しても始まらないので妻と一緒に遊ぶことになりました。余った一つを差し上げますので、よかったら使ってください。黄色いボールです。あ、渡辺さんが送ってくれたのか。渡辺さん住所知ってんの。うちの住所知ってるんです。ちょっと怖いんですけど。渡辺さん、ありがとうございます。なぜ知っているのでしょうか。急に送りつけてきた。教えてないでしょ、住所は。メールってあれだよね、別に直にお手紙をやり取りしてるんじゃなくて、本当にネットのメールの話だよね。住所知らないよね。あ、ポチが病気になりました。どうしたのポチ。ちょっと待って、お外行くよ。ちょっと病院行こう。先生、うちのポチが、見てください。何になったの、風邪。ポチ、あ、風邪か。よしよし、大丈夫。今すごいお金持ってるから。ももちゃんは、ももちゃんも多分風邪ひいちゃうかな。ふんふん、ももちゃんはまだ成熟してない。待って、もう一回ポチ見てもらって。少し痩せている。もうちょっと、やっぱご飯いっぱいあげないとかな。 OK、 ももちゃんが成長するまで待とう。じゃあ、あ、ももちゃんがお風呂場に。ちょっと今ももちゃんを見守っている。ももちゃんが大人になったらカップリングだね。なんておしゃれなお風呂場。あ、尻尾見てる。あ、やるんだ、ぐるぐる。ももちゃんもすっかり成熟している。よし、オッケー。じゃあちょっとセーブしてカップリングしよう。あ、ももちゃんがなんか拾ってきた。あ、今ももちゃんもあれ、大人になってこれでカップリングができるかな。何拾ってきた。多分どっちでも拾ってきたものは一緒みたいだね。これ、あ、鍵、どっかの家の、あ、どっかの家か車の鍵みたい。結構大事なやつじゃない。ここら辺は交番に届けた方がいいのでは。あと5種類か、拾えるかな。よしよし、これで2人とも大人になったから、よし、これでこっち犬の交配を試すことができます。さっきできなかったんだよね。で、2頭とも大人になったから、ちょっと待って、ポチをルームで、パートナーにももちゃん、
これで多分 OK だと思う。これでやったらどうなる？あ、できる。後輩を試します。よろしいですか？はい。どうなる？ドキドキ。まずは相性がいいかだよね。なんか相性悪いとカップリングが不成立みたいな。お、どう？初めて会うよね。どう？同じ色が好きなんだよ。どうかな？あ、お互いを気に入ったようです。やった。あ、ぐるぐるしてる。そして暗転。いろいろあったのかな。どうかな。これでどうなる。あ、ももちゃんが妊娠しました。早い。やっぱりあの暗転中に一体何が。あ、見守るのはももちゃんなんだね。うんん。ももちゃんが赤ちゃん生まれるまで見守ろう。尻尾見てる。ちょっと螺旋階段危ないから、そこいないの。危ない。ベッドのとこいなさい。危ないから。そこ柵ないもんね。危ないね、怒っちゃったら。どこ行く？あ、お風呂場好きだね。お腹冷えちゃうんじゃない？あ、ガランガランしてる。なんかあったかいの敷いてあげたいね。どっか眠れるところ。もうベッド使っていいよ、ももちゃんは。怒らないから、今お母さんだから。ガランガランしてる。これやっぱ犬も気持ちいいのかね、背中が伸びて。それとも背中をかいてんのかな。よしよし、じゃあしばらくももちゃんを見守っていこう。あ、ベッド乗った。いや、許そう。いいよね。これから大変なものいっぱい頑張らなきゃいけないから。怒んなくていいよね。ペットと一つになってる。同じような色合いだから大丈夫。気づいてないから、高場は。寝てていいよ。あ、やばい、音がプツプツいってる。プレセツーちゃん頑張って。今ももちゃんも頑張ってるから。もうしばらく見守って行きます。お、PBS に新しいの来てる。嬉しい悲鳴、リッキー。誰か子犬をもらってください。白地に黒のブチがある短い体毛の子です。あ、ダルメシアンかな。たくさん生まれすぎて嬉しいけれど困っています。欲しい人はメールをください。ふんふん。ただ今もう手一杯なんで、欲しいけれどもう飼えないんです。まあ、じゃあ連絡してくんなっていう話だよね。すいません、お返事書いてしまって。あと、メールも来てたな。誰かな？あ、たけし、久しぶり。あ、これは削除して。たけし、助けて、小太郎が倒れちゃったよ。おいさんは長くないって。お父さんとお母さんももう年寄りだからって。旅行に行った時はあんなに元気だったのに、すごく嬉しそうで、すごく楽しそうにしてたんだ。あー、まあでも結構年だもんね。いや、どっちも。どっちもきつくない。命あるものはいつか死ぬんだよ。小太郎は最後の旅行だと分かってたんだね。先にちょっとなんかねぎらう的なのは書けないの。この短文しかいつも書けないんだけど。向こうはいっぱい書いてきてくれてんのに。どうする。じゃあ小太郎は最後の旅行だと分かってたのに、最後の力を振り絞っていったのかな。動物は寿命分かるって言うよね。猫とか死ぬ前にいなくなっちゃうって言うし。悲しいぜ。あ、ももちゃんがトイレを。大丈夫、トイレの方だよね。お、息んでる。これは褒めてあげる。よしよし、
二人ともちゃんとトイレにするからいい子だね。教えてないのに。出た？あ、出た。立派なの出た。ポチより立派なのが出てる。ドアップで。あ、お返事来た。家の事情などで、リッキー。アキラさん、こんにちは。家の広さや仕事の事情などでたくさんの犬を飼えないのって辛いですよね。僕の理想は20頭くらいの犬に囲まれた生活です。ふんふん。あ、お返事も書けない。これで終わりでっていうことかな。これ以上は関わってくんだということかな。お、 PBS 新しい人が。マロン、うんちのタイミング。うちのミントったらトイレの場所がわからないみたい。シカローにもいつの間にかやっちゃってるから効果ないみたい。皆さん愛犬にはどうやってトイレの場所を教えているんですか？あー、うちはもう勝手に。あ、これお返事できないわ。うちの2頭は勝手に覚えました。賢犬で。メールも来てる。あ、たけし、そんなの嫌だよ。小太郎は僕が生まれる前からいて一緒に育ってきたんだ。なんとかしなくちゃ。でもどうしたらいいのかわかんないよ。うんうん。たけしくん、しっかりして。一択。よし、頑張れたけし。でも動物を飼うっていうのはその別れまで見なきゃいけないからね。そこ込みで動物を飼うということだから。もうそれが嫌だからね、高葉はこの先動物は飼わないかもしれない。だけど動画とか見てるとやっぱ猫とか飼いたくなっちゃうよね。でもな、お別れかな。悩むとこだよね。あ、生まれた。あ、ちょっと待って、カメラ。スタートボタンを押すと写真撮れるみたいなんだよね。新規で、はい。それでまずアルバムを作って、はい、あ、これでシャッター。待って、もうちょっと。ももちゃんが、ももちゃん頑張ったね。ポチの色だね、全部。あ、ペロペロしてる。保存する。1枚書き込むのにすごい時間がかかる。しかしこれは記念に取っておこう。頑張ったね。何匹？ 1、2、3匹かな。産んだの。かわいい。みんな同じ色かな。なんか真ん中の子だけちょっと茶色、濃い黒っぽい茶色だね。生まれた。あ、3匹も自分で育てられるのかな。あ、ちょっと待って。あ、名前をつけてください。え、どうする。名前か。ちょっと待って、じゃあ男の子だもんね。じゃあポチオと。名前紛らわしいとさ、誰呼んでるか分かんなくなっちゃうよね。まあ、いっか。ポチオと、ポチオ、ここ。それで女の子。じゃあこの子は、じゃあ君は、じゃあももこちゃん。もう一頭いるな。ポチオと、じゃあポチロウにしよう。ちょ、名前考えるの大変だから。ポチロウ、ポチロウ、よし、ポチロウね。オッケー、3匹。これでオッケー。
で、ポチと入れ替えて、ももちゃんお疲れ。で、この3匹は面倒を見てもらえるのかな。オッケー。やったぜ、生まれたぜ。頑張ったね。ももちゃんがすごい頑張った。今2頭とも何歳ぐらいなんだろう。こっからちょっとカード見て、10年で一生が終わっちゃうって言って、多分今体感的には3時間ってとこなのかな。10時間のうち3時間ぐらいかな。結構ずっと見守ってるんだけど、時間の進みがゆっくりでね。こっちを見せて。どんな感じ？あ、最初から得意。さすが。さすが、ポチは全部取ってるもんね。エリートだもの。ももかちゃんは？あ、みんなちょっと得意。そしてちょっと嫌い、私のこと。なんだと？それで、ポチローは？あ、ポチローも全部得意。あ、でも私は普通。そんなに嫌いじゃないの。どうとも思ってないということかな。よしよし、これでもう大所帯だね。5匹もいるから。よしよし、こんな感じで、じゃあカップリングっていうか繁殖ができるんだね。生まれた子は里子に出したりもできるみたい。あのメモリーカードを通じたりとかして違うプレイヤーに渡したりとかもできるし、この中で里子に出したりもできるらしいね。じゃあ、あとはもうポチの一生を見守りたいけど、ここから7時間かかるっぽいからどうする？今の間も高場の電子書籍でハンターハンター読んでたんだけど。で、あのピコーンってあのアイコンが出たらご飯あげたりとかしてた。ポチを横目に漫画読んでたんだけど、7時間つけっぱなし。あ、でも餌とかあげなきゃいけないからね、目は離せないんだよね。ちょっと遠くで違うことしてるとお腹とか減らしちゃうから、完璧に放っておくことはできないからね。でもポチの一生を見守りたいよね、ここまで来たら。よし、じゃあちょっと眺めながら、まだねシニア期とかあるらしいから、そうだね、おじいちゃんになるまで、じゃあ少し見守ります。よし、子供たちに予防接種しないとね。危ない、忘れるとこだった。多分放っておくと死んじゃうから。うんふん、オッケー。これとこれ、ももこちゃんもね。オッケー。お金いっぱいあるから、ちょっとお引っ越しする。こちらにも売って、はいはい、オッケー。みんなワクチンは打った。これで確か80万円で引っ越せるよね。ちょっとポチの余生をこっちの、え、ポチが出産間近です。引っ越しはできません。え、ポチ出産すんの？え、もう出産終わりました、ポチ。ポチの出産終わりました。てか、ポチは出産しないです。なんだと？バグか？バグなのか？お引越しはできないそうです。ちょっと待って、ポチ妊娠してんの？ポチ出産すんの？もう生まれたんだけどな。じゃ、ポチ見てもらおう。はい、ポチはちょっと痩せちゃってんだよな。いや、もう産みました。ももちゃんが産みました。なんだと？じゃあお引越しは無理かな。しょうがないね、諦めよう。あ、PPS に新しい人が書いてる。
年大き。迷っています。うちで飼っている子犬のメグはメスなんですけど、将来避妊手術をするか迷っています。避妊手術に関するアドバイスをお待ちしています。あ、産ませる予定がないならそうだよね。子供を作らないのなら手術を進めます。その方がストレスが少ないって言うよね。この発情期みたいのがなくなって。猫とかもそうだもんね。なんかお外ネタがあるから避妊手術するとちょっと落ち着くみたいな。あ、メール来てた。ちょっと待ってね。リッキーさんは、これは京子ちゃんのだけど、いや、とっとこう。あきらさん、お久しぶりです。今足元でコゴンが寝ています。そうです、なんとコンテストで私の絵が特賞に選ばれたんです。あ、とっても幸せです。あきらさんが励ましてくれたおかげです。これからもコゴンともどもよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いいたします。よかったね、コゴン飼ってるの。お引っ越しして、ちょっとお返事が書けないんだけど一緒にお散歩どうですかみたいなの書けないんですけど、コゴン会いたいよ、キョコちゃんにも会いたいよ。あ、お皿壊れちゃった。お皿も壊れるんだね。じゃあ買いに行こう。お皿が壊れちゃったから買い物に来たぞ。これで買えたっけ。ボールと、どうしよう、ブラック、これにしてみるか。耐久力とかあるのかな、高いし黒じゃなくなっちゃうけど。あとお引っ越しできないですよ本当にお引っ越ししたいんだけどダメ。これおかしいんだよな、ポチ出産間近です、引っ越しはできません。ダメかちょっと入れ替えたりしてみるか。待てよ、このポチをちょっと入れ替えてみて、一回ももちゃんにするじゃん。でもう一回ポチに戻したらなんかフラグがリセットされるみたいのない？これでもう一回ポチに戻す。これで、すいません、お引越ししたいんですけれどもあ、ポチも出産する感じ？あれだな、引っ越せないなダメなようです。しょうがない、諦めよう。ちょっとダメ元でももちゃんをお部屋に置いてみた。でさ、ももちゃんも産んだよ。もうちょっと立たないとダメってことかな、産んだばっかりだからみたいな。お、また BBS に来てる。うんちどきプラム。マロンさん、大切なワンちゃんならよく観察してみてください。うんちをする前の仕草ってものがありますから。そしてトイレ以外の場所でうんちをしたらすぐに叱ります。トイレでするようになったらたっぷり褒めてあげるとすぐに覚えますよ。ふんふん、こうやって教えてねっていうやり方だね。メール来た。かわいそうで年置き。ただ飼い主の都合でメグの母親になる権利を奪ってもいいものかと。ふんふん、でも簡単に産ましちゃってね、責任を持って飼えないなら避妊手術はしちゃった方がいいんじゃないかな。獣医さんに相談してみては。ふんふん、ポチがなんか拾ってきた。どれだ。あ、骨同じやつだった。あ、BBS がいっぱい更新されてる。コンテストの練習。コンテストで優勝するには練習が重要。トレーニングモードは次の3種類があります。あったね、ダッシュ力、キャッチ力、ジャンプ力だいぶ前にやってしまいました。ブリードしよう。動物病院で診察してもらうと愛犬がブリーディングできるか教えてくれます失礼、ここまで成長したオス犬とメス犬がいるならブリーディング画面でルームとパ
パートナーの枠に2頭を移します。2頭の相性が良ければ交配成功です。やがて可愛い赤ちゃんが生まれるでしょう。もう生まれました。妊娠した犬は出産が終了するまでの間ルームから出られなくなります。ブリードに成功してから30分ほどで出産し、1から3頭の可愛い赤ちゃんを産みます。あ、一番多かったんだね、3頭。それから妊娠出産は一生に一度しかできないので、ブリード相手は慎重に選びましょう。あの、すみません、お引っ越しはいつできるようになるのでしょうか。まだ産んでない産んでないって言われるんですけれども、もう産んだんですけれども、どういうことなの。仕草発見、マロン。プラムさん、ありがとう。ただいま教えてもらった通りにしつけ中です。餌を食べた後のミントをいつも見張っています。うんちの前の仕草が分かればトイレのしつけもしやすいですね。ここは2人でお話ししてるんだね。あとメールも来たぞ。これ誰かな。どう、あ、これか、としおきさん。相談してみます。そうですね、かかりつけの獣医さんに相談してみます。手術するかどうかはそれから決めようと思います。頑張ってね。よしよし、今は OK。 BBS の方だね。拾い物。犬が拾ってくるもの。時々愛犬がどこからともなく加えてくる拾い物は愛犬からあなたへの贈り物です。大切に取っておきましょう。え、あんなものいらないって。あれ、コンプリートできたらいいね。何回も行って戻ったら拾えるのかな。それとも時間が経たないとダメかな。あとメールも来てた。誰？あ、としおき。あきらさん、こんにちは。メグのこと獣医さんと話をしました。将来的にブリードさせない場合、2回目の発情期までに手術しないと乳腺腫瘍や子宮蓄膿症になる確率が高くなるそうです。やっぱリスクが高まっちゃうんだね。メグのためには手術した方がいいですね。BBS 来てる。成犬の成長について。成犬は4時間ほど経過すると老犬になります。老犬になるとコンテスト出場や交配ができなくなり、静かに余生を過ごします。4時間ぐらいか。あと3時間ぐらいかな。結構早いようで長いな。いや、長いようで早いのか。見守っていこう。あとメールも来た。誰かな。あ、としおきさん。最近京子ちゃんはもう送ってくれないのかな。手術します。メグを手術することに決めました。獣医さんの病院では入院の必要もなく、手術後もほとんど目立たなくなるようです。ほほ、よかったね。日帰り。術後の変化は聞きました。あ、術後どうなるかっていうことかな。あ、たけしからメールが来てるけど、小太郎死んじゃった。こんにちは、この間はごめんなさい。昨日小太郎が死にました。僕の腕の中で。旅行に連れてった僕がいけなかったのかな。もう何も食べたくないし、何もしたくない。いや、小太郎旅行楽しかったって。たけしくんまで病気になったら小太郎悲しむよ。小太郎は旅行に行けて喜んでたんだよね。どっちもそうだよね。どっちも書いてあげたよね。どうしよう、どっちもたけしのせいじゃないから。たけしくんまで病気になったらまず小太郎悲しむよかな。頑張れ、元気を出せ。お、BBS、 プチ模様を譲ってよしえ。昔からとんでもなく犬が好きな私、神様はそんな私に犬を飼う関係を与えてくださいました。酒癖の悪い夫と離婚成立。こうなったら犬を飼うしかない。あ、離婚したんですか。というわけで、プチ模様の子犬を希望します。ご連絡お待ちしています。ダルメシアンがいいってことかな。まあ、ダルメシアンじゃなくてもプチ模様の子だったら OK ということ。理想の犬が、あ、どうしてプチ模様の子犬がいいんですか。理想の犬が見つかるといいですね。一応聞いてみる。なんか思い出とかあんのかな。ちっちゃい頃飼ってたとか。
憧れてたとか。うんふん。あとメールも来ていた。誰かな？あ、としおきさん。ふんふん。太りやすくなる犬が多いようなので、食事と運動のバランスに気をつけるように言われました。あと今まで以上にメグを可愛がるようにとも。あきらさん、相談に乗ってもらってありがとうございました。いえいえ。たけしからメール来た。泣きそうだけど励ましてくれてありがとう。まだまだ悲しいのは消えないけど、メールに素直な気持ちが書けてよかった。少しだけ落ち着いた気がするから。元気出して。うんふん。我慢しないで悲しい時は泣いちゃえ。コタロウとの思い出を大切に。いや、どっちも書きたいよね。うんふん。そうだね。別に泣いてもいいよね、悲しい時は。コタロウとの思い出も大切にね。コタロウは絶対幸せだったから、たけしがいたから。ちょっと待って、京子ちゃんが全然もうメールくれないんだけど。もう終わったの、京子ちゃんとのお話は。京子ちゃん、もう連絡くれないの。ずっと待ってます。あ、よしえさんから来た。夢でございます。幼少の頃に亡くなったパパが毎晩読んでくれた絵本、その絵本で内模様の犬が大活躍します。いつかこんな犬と暮らしてみたいというのが私の夢でございました。ようやく夢を叶える時が来たのです。ふんふん。喋り方からしても結構なお嬢様っぽいよね。現実の犬は絵本の中の犬とは違いますよ。ちょっと待って、その思い出は組んであげて。素敵な思い出ですねみたいな。それぐらいは書いてあげて。きつく感じない？これ帰ってきたら。まあ夢だけじゃ動物は飼えないけれども。まあいっか。お、ゆしえさんから来た。ただいま勉強中。実は犬のしつけや病気に関する本をたくさん購入して読みふけっております。昼間は働きに出ておりますので、お留守番させることになりますが、できる限り一緒にいてあげるつもりでおります。ふんふん。結構ちゃんと考えてるんだね。なんか犬は飼ったことないのかな。で、昼間は働いてるんだね。わかりました、子犬をお譲りします。じゃあ持ってないでしょ。なんで主人公持ってる体で言ってんの。ブチ柄いないよ、うちに。わかりました、子犬をお譲りします。ちょっとご希望には添えません。ふんふん。え、何、じゃあ私がペットショップで買ってその子を譲ってあげればいいの。え、どういうこと。ちょっとご希望には添えません。え、気になるか、分かりましたにしてみようか。よしえさんの熱意伝わりました、お譲りします。あ、いないとダメなんだね。あ、みんな大人になってる。ちょっと待って、プチガラちゃんじゃないとどうするか。ちょっと待って、ブチガラちゃんゲットしてこよう。じゃあ一回セーブしてからにしよう。あ、今ペットショップ覗きに来たんだけど、この子珍しくない？え、ブチガラちゃんってこういう、これブチではないよね。でもこの子ブチじゃないよね。ちょっとブチちゃんが出るまで通おう。あ、いた。何回か出入りを繰り返したら女の子。この子でいいかな、プチちゃんって買おう。譲るために買うという、なんというおかしな動き。お名前は、じゃあ君はプチちゃん。あっちでお名前つけてもらいな。OK。 ブチかっこ仮ね、あっちでつけてもらおう。それでここに入れてあげられるかな、これで。よし、ブチちゃんを連れてきたが、これで
お譲りしますにして、あ、光ってる。あ、やっぱこの子じゃないとあげられないんだね。ワンちゃんを渡す。里子に。ちょっと待って、メールで送信した？あれ、子犬は添付されたのかな、メールに。一回電子の世界に入ったのかな。そういうことでいいかな。お、たけしから来た。これから頑張ります。ありがとう。あきらさんとメール交換ができて本当に良かったです。また何かあったらメールします。ふんふん。あ、これはもうお返事かけないね。頑張れたけし。お、アイテムか。ヒノキボールが届きました。待って、メールも来ていた。はっ、京子ちゃんからメールが来てる。お元気でしたか。あきらさん、ご無沙汰しています。私はあのコンテストがきっかけで小さな仕事をもらえるようになりました。今ではココンと充実した日々を過ごしています。この前もペット商品のカタログのデザインをしてサンプルのヒノキボールをもらったんですが、あきらさんにも一つ送りますね。ありがとう。待ってた。これからもご連絡お待ちしております。今ポチにお水あげようとしたらヒノキボール、こっちのボールか、あのヒノキでできたボールかと思った、玉かと思ったらボールだからこっちだね、入れ物だった。これでじゃあお水あげよう。ほらポチ、京子ちゃんがくれたヒノキボールのお水だよ。ほら飲んでごらん、味わって飲むんだよ。どう、ヒノキの匂いする？京子ちゃんの匂いする？美味しいかな。てか京子ちゃんもうちの住所知ってるってことだよね。なんならもういつでも遊びに来てください。コゴンを連れて待ってるから。心なしかポチも美味しそうに飲んでいる。どう、ヒノキの匂いって犬もいい匂いに感じるのかな。美味しい？ありがとう京子ちゃん、大切にします。加えた。歯型がついちゃうでしょ。京子ちゃんがくれたやつだよ。ポチ大事にして。あ、よしえさんから来た。大事に育てます。本当になんとお礼を申し上げてよいか、我が子と思い大事に育てます。ありがとうございました。よかったら成長のご報告もお待ちしております。よろしくねプチちゃんを。よしよし、これでいいかな。ちょっと今日はここまでにしておこうかな。結構ね、成長するのに時間がかかるから、ここまでどれぐらいやっただろう、今3時間ぐらい様子見てたんだけど、結構ねこうやって見てる間は時間進まないみたいで、あのポチがお部屋をうろうろしてるシーンを流してる間だけ時間が進むみたいだね。なのでまだまだかかりそうだからちょっと分けようかな。じゃあまた次回ということで、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。またね。よし、今日もやっていくぞ。ポチの成長を見守ろう。あ、できる。今さ、ポチをお部屋じゃなくてケージに入れてきたんだよね。あの部屋に誰も犬がいない状態にしたらお引越しできるみたい。やっとポチの妊娠から解放された。引っ越ししてみよっか、こっちの和室に。これで多分お部屋が和室になったかな。ほう。おみかんが置いてある座布団に。いいねいいね。あ、なんかね、誰もお部屋にいないとルームカメラ送りができるみたい。あのいろんな角度で見れるみたいだね。いいじゃん。最近こういう和式のお家って行かなかったからいいな。温泉とかこういうとこいいよね。風情ある縁側。ただなんか虫がすごい入ってきそうだよね、夜開けてたら。意外と涼しいから入ってこなかったりすんのかな。あんまここまでの日本家屋って住んだことないや。ふんふん、すごいお庭もあるね。
あ、ここはベッドルーム。おしゃれ。あ、ここもお庭だね。え、すごい広くない？いろんな角度で。あ、トイレ。あ、WC って書いてあった。あ、これベッドね。こんな感じ。よしよし、じゃあここにポチ入れてあげよう。これでポチお引っ越ししたよ。これポチをお部屋へ。 OK。 ポチどう？新しいお家だよ。あ、まずはお庭でくつろいでる。やっぱ土の匂いとか感じられると犬は嬉しいかな。やっぱちょっとお外は出たいよね。これお散歩には連れていけないからね。ほら、好きに走っていいよ。走れるほど広くはないか。じゃあポチは余生はここで過ごそうね。のんびりと。ただまだ成犬、若い犬の状態だから、こっからシニア期があって、それで最後は天に召されるっていう流れかな。でもそこまで見守っていこう。ゴロゴロしてんの、お外で。なんかお外でゴロゴロしたらお風呂入らなきゃかな。でもこれぐらいだったら大丈夫かな。めっちゃ気持ちよさそうに寝てる。よかったね。こっちの方が犬にとってはいいお家かな。ゆっくりおやすみ。ポチが新しく拾ってきた筆、ボロボロの筆、緑の絵の具がついている。ふふん。鍵も2つ目拾ってんね。あと4つか、埋まるかな。お、BBS がいっぱい更新されてる。聖剣ください、龍一。先日おじいちゃんが亡くなってしまい、元気がないおばあちゃんに犬を送ろうと思います。子犬は何かと手がかかるので、しつけの済んだおとなしい聖剣を譲ってください。よろしくお願いします。聖剣。おばあさんは犬好きですか？お譲りしましょうか？あー、一応犬が好きかどうか聞いてみよう。ふんふん。聖剣か。まあ3頭いるから1匹里子に出すかい？あ、あとこれも来てる。やる気を維持するコツ。犬だってやる気や感情が上下するもの。コンテストの競技中、ディスクを投げる前に方向キーの左右を素早く交互に入れると、ディスクが振られて犬は少し興奮します。興奮させすぎても逆効果になります。あ、ちょっとカチャカチャやると見てくれるんだよね。ただももちゃんは全然見てくれない。ディスクドッグ。ディスクドッグで大事なこと。コンテストでは飼い主への信頼も重要です。信頼度の低い犬は呼んでも戻ってこなかったり、口からディスクを離さないこともあります。そんな時は四角ボタンで呼びかければ言うことを聞きますが、スムーズに協議を進められません。普段のコミュニケーションも大切です。ほほ。犬同士の相性診断。ブリーディングの時の相性はそれぞれの犬の性格によって決められます。人間のように外見で決めることはないですが、誰でもいいということもありません。ただ失敗しても再チャレンジしていれば気持ちが伝わって成功するかもしれません。やっぱ相性があるんだね。 OK。 あとメールも来た。誰だ？あ、新商品のお知らせ。いつも当店をご利用いただきありがとうございます。新商品の入荷をお知らせします。カメレオン社の手作りぬいぐるみに新しいラインナップが登場。桃色うさぎのポモは早くも大人気です。ちょっと桃かぶりなんですけど。見に行こう。お買い物来た。熊ごろのとこにこれだね。ももちゃん手作りぬいぐるみ、とっても優しい桃色うさぎのもも、買ってみよう。この辺もあるけどね。ただポチはあれなんだよな、なんだっけ、熊ごろが好きだから、ももちゃんもちょっと使ってみるか。
よし、ももちゃんにももちゃんをあげよう。はい、どう？ちょっとこの人形のももちゃん目が怖いんだけど。あ、持った。めちゃくちゃにされてる。どう、楽しい？あれ、もう飽きた感じ？ペロンペロンしてるけど。いけいけ、もういいのかな。なんでペロンペロンすんの。なんか美味しい味ついてんの。あ、もうでもガブしないね。じゃあもらおう。ほら、もういいの、もう一回やる。ほら。あ、ペロペロしてあげてる。どう？あ、ガブした。この噛み心地が気持ちいいのかね。犬はなんかよくぬいぐるみハムハムしてるよね。よしよし、オッケー。メール来た。リュウイチから。昔飼っていました。ゴロウって犬を飼ってました。今でも街で犬とすれ違ったりすると、かわいいかわいいって目を細めているので、犬好きという点なら問題ありません。ふんふん。毎日の散歩は大丈夫ですか？そうだね、ワンコはお散歩しないといけないからね。ふんふん。お、メール来た。山菜採り。今でも毎日のように近くの山へ山菜を採りに出かけているんです。おばあちゃんよりも犬の方が先にダウンしてしまうかもしれないですよ。あー、山入れるのか。ふんふん。じゃ、山のお供に。あ、わかりました。政権お譲りしてみるか。まあ、うちずっと子供たち預けっぱなしだからね。じゃあポチを行ってくれ、おばあちゃんの元へ。よしよし、おばあちゃんと一緒に山を駆け回ってきてくれ。頼んだよ、おばあちゃんを。メール来た。感謝しています。リュウチ、ありがとうございます。おばあちゃんとても優しいから、飼われる犬も幸せですよ。ふんふん、よろしくお願いします。よしよし、じゃああっちで幸せにしてもらってね。よし、今日は3時間ぐらいやったけど、まだポチはシニアにはならないから、また今度だね。また別日に撮ります。よし、今日もポチの続きを見守っていこう。ゴロンゴロンしてるの。かわいいね。あ、今ディスクドッグの、あのディスクの投げる練習場行ってきたら、ポチはもう練習できなくなってたんだよね。だからこれでもう多分シニアに突入したということかな。あとはゆっくりと余生を過ごすだけという。見守っていこう。お、 BBS に来てる。松戸の母、みんな白状。先日うちの愛犬パピオが無事出産しました。問題は子犬たちの身の振り方なんです。ずっと前から約束していたもらい手がみんなキャンセル。友達なんて白状ね。どなたかもらっていただけません？いやー、ちょっともう子犬は。この掲示板ならすぐ見つかりますよ。ふんふん。誰か犬好きの方にお願いします。もううちはポチを見守ることで精一杯なんで。正義の味方ユッチ、この前池で溺れた私の愛犬リュウを助けてくれた人を探しています。20代後半くらいで、左の腕に蜘蛛のタトゥーをしている男性です。髪は茶色で短かったかな。ここは心当たりがない人も正義の味方を見つけたら連絡してくださいね。ほほー。あれ、恋が生まれちゃうやつ。リュウはどうして溺れたんですか。もう少し詳しく教えてください。失礼。もう少し詳しく教えてください。その男性の特徴、他にはないかな。あ、お返事来た。松戸の母、本当に。あきらさん、こんにちは。あの掲示板に書き込みをして正解でした。メールをくれた人はいい飼い主さんばかりで、誰に譲ったらいいのか迷っています。よかったね。あ、これはお返事できない。よしよし。あ、ドッグムーブのここの色も変わってるね。ポ
ポチの色が茶色に、ももちゃんはオレンジになってるから、多分これでシニアってことかな。もう二人とも、じゃああとはゆっくりしてもらって、見守っていこう。お返事来た。いきなりなんです、ゆっち。メールありがとうございます、ゆっちです。リュウが溺れた話ですが、近所の公園を散歩していた時に、池で泳いでいたアヒルめがけていきなりリュウが飛び込んだんです。もうすごくびっくりしちゃって、あ、アヒルを捕まえようとしちゃったんだね。あー、リュウは泳げないんですか？リュウに怪我は。泳げないんですかにするか。よし。お返事来た。前に進まないんです、ユッチ。リュウは必死に犬かきしているんですが、ちっとも前に進まないんですよ。だから溺れているように見えるんです。頭の中が真っ白になっていたら、例の男性が池に飛び込んで助けてくれたんです。私もパニックってて、ちゃんとお礼が言えなかったのが心残りで。ふんふん。その人の持ち物は、リュウに怪我は。あー、持ち物聞いてみたらなんかわかるかな。なんか落としてた。ふんふん。お、BBS 新しいのが来てる。教えて、高信。教えて。僕は警察犬を育てて訓練する人になりたいです。どうやったらなれますか？どうやったらなれるんだろう。まず警察入らないとじゃない？大変な仕事だよ。いや、どうして訓練士になりたいの？あとメールも来てたな。メール。誰かな？ゆっち、そういえば、リュウを助けてくれた男性は、ポスターくらいの大きさのファイルケースを持っていて、自転車に乗っていました。ポスターくらいの大きさのファイルケース。だけど、あっという間にいなくなっちゃって。ああ、まあ自転車だから近所の人で、デザイン関係。こっちにしてみるか。もう分かんないけどね。近所の人の方がよかったかな。まあ、いっか。お、二人とも来た。ドッグショー高信。ドッグショーの警察犬が犯人を逮捕するシーンを見てかっこいいなと思いました。うちのマードックも警察犬にさせたいです。ふんふん。マードックとは？マードックはどんな犬？シェパードとかだよね。あ、シェパードだっけ、警察犬って。そうかも、ゆっち。そうかもしれないですね。近所の会社を当たってみようかな。当たってみるとは、あれ、会社の前で張り込むということ？出会った公園で待ってみては。ふんふん。主人公が止めたぞ。さすがに止めたぞ。会社は迷惑になっちゃうからやめよう。あ、お返事来てる。マードックのこと、高信。黒くて狼のようなキリッとした顔をしています。マードックのおじいさんは本当の警察犬だったんだよ。本で見たやり方で匂いをかき分けて人を探す訓練をしています。おほ、自己流でやってるってことかな？専門の学校で訓練をさせなきゃ。多分慣れないんだよね、ちゃんと。これにしてみるか。よし。お返事来た。待ってみます、ゆっち。そうですね、また会えると信じて、リュウと一緒に公園で待ってみます。相談に乗ってくれてありがとうございました。またメールします。あ、進展したら送ってくれるかな。ではお待ちしております。あ、 PBS に新しい人が書いてるけれども、嫌な予感。アンナさんかな。あ、 Do you want a puppy? あ、パピーか。子犬もらってください。私、あの、日本語書けるじゃないですか。タイトルももらってくださいって日本語で書いたらいいと思います。
私、学校で動物のボランティアやってます。今、かわいそうな子犬がたくさんいます。そんな子犬たちを助けたいです。誰かもらってください。お願いです。お願いですとかをカタカナで書く必要性がないよね。カタカナも使えるじゃん、しっかり。うちは無理ですが頑張ってくださいね。よし、ちょっともう子犬ちゃんはもらえないから。そしてメールも来ていた。誰？あ、高信。ふんふん、警察犬の学校。マードックも学校に行かなきゃダメ。僕が訓練して警察犬にしたいんだ。お母さんは大人にならないとダメって言うけど。いろんなことを知らないとね。思い続けることが大事だよ。ふんふん、そうだね。まあ、そうしたいっていう気持ちが大事かな。ただそれに伴っていろんなことも覚えないとね。資格試験とかそういうのも。まあ、いっか。でもこっちで。よし。あ、お返事来た。アンナさんから。メールありがとう。この国では毎日のようにペッツ、あ、ペットが捨てられています。あ、ペットたちってことかな。動物を育てることの責任をもっとたくさんの人に理解してほしい。そうだね。メール来た。どうしよう、高信。大人になるまで待ってたらマードックはおじいちゃんになっちゃうよ。確かに難しい問題だね。とにかくマードックと仲良くね。ちょっとどうしたらいいか分かんなくなってふわっと話を終わらせようとしたよ。マードックが警察犬になるのはでも実質問題難しいのかな。この子が大人にまずならないと難しいよね。それか警察犬学校にマードックを預けるしかないもんね。何の相談の解決にもならなかったけれど、ごめんね。あ、4月22日の朝、高葉ポチが天寿を全うしました。苦しむことなく安らかな顔で眠るように生きました。あなたのことを心から信頼して犬として最高に幸せな一生でした。ポチ、お墓に入ったんだね。あ、こんな風になるのか。やっぱペットを飼うってお別れが辛いよね。ポチ、あー、ポチ、は、誰もいない。そしてお金マークが。何の収入？あ、あれか、なんかね、一頭をその生まれてから死ぬまで育てると、そのなんか人生っていうの、犬生っていうのかな、に応じたなんか収入が入るみたいなんだよね。それかな。76,000円。ポチ、ポチがいなくなってしまった。悲しい。長かったようでやっぱ短いね。いや、長かったんだけど、これプレイしてるときは。基本的にはポチを横目で見ながらハンターハンターを今読んでて、今12巻ぐらいを読んでるところだったんだけど。ポチ、ふう、あ、でも同じぐらいだからあれかな、ももちゃんも召されちゃうかな。ふんふん、まだアイテムは揃ってないんだよね、拾ってきたやつとか。あ、じゃあちょっとももちゃんを見守ろっか。あ、今さ、ももちゃんをさ、お部屋に出そうと思ったら、もうももちゃんもこの犬は弱っています、移動させられませんって言うから、多分寿命ギリギリなんだね。多分もうちょっとしたら召されてしまうと思う。見守っていこう。あ、ももちゃんがポチと同じ
日に、ももちゃんもあなたのことを信頼し、とても幸せな一生でした。ありがとう、ももちゃん。これで2頭とも亡くなってしまった。じゃあ、あのお墓参りに行かないと。ももちゃんのお金が64,000円だよね。多分ポチの方が高いね。幸福度がポチの方が高かったんだろうね。ずっとポチはこのお部屋に出たから。あ、ちなみにここにいるのはももこちゃん。ポチとももちゃんの娘だね。ちょっとじゃあお外行こう。ポチ、ももちゃん、亡くなった犬のお墓参りをします。これね、あ、ショップがある。あ、各種墓石を、あ、買ってあげよう。あ、こんなのも買えたんだ。最高級のヒノキ。名もなき石にこそ愛犬への思いが強く宿るでしょう。供養板、最高級のヒノキを使用した墓標、お求めやすい価格。めっちゃ高くない？今見たけど。御影石を加工したスタンダードな墓。雨や水に濡れると美しさが増します。頑丈な作りでヨーロッパと和風の魅力を併せ持ったデザインのお墓。厳選した御影石になるべく手を加えず、本来の美しさを引き立たせたお墓。愛犬との思い出を忍ぶ大切なお墓。洋風のデザインは記念碑をイメージ。フラットな石を使い、非常にシンプルで洒落たデザインのお墓です。可愛く仕上げた小サイズのお墓、愛犬との思い出をいつまでも。どうしようかな。このプレートがいいかな。これ買ったらどうなるんだ。各種墓石を取り揃えています。あ、これ今のか。それで、こっちはお供え物。あ、リボンのついた骨と赤い花が一輪。ウェットフード、あ、好きなものか。ふんふん、純白の花束。ふんふん、スミレソウ。巨大なスナック。ふんふん、これでいいかな。これ2つ買って、墓石も2つ買わないとダメかな。お墓を訪ねてみる。どうなる？あ、これ、あ、2人ともそこに入ってるのかな。ポチ、ももちゃん、お墓参りができる。切ないね。ありがとうね、二人とも。悲しいぜ。特にもうここでできることはないかな。二頭に思いを馳せることしかできない。ありがとうね、楽しかったよ。またね。あ、今ショップ来たら新しいお店増えたね。老犬のための優しい安心フードならフォーエバー社。どんなの？あ、パワフルシニア、ウェットフード、いろいろあるね。あ、これあのポチが今まで拾ってきたやつなんだけど、結局3つは埋まんなかったね。なんか拾ってくるか来ないかはランダムみたいで、どれ拾ってくるかもランダムらしいね。なんで結構鍵とかに寄っちゃって残念だけど、これでおしまいかな。こっからまたこの拾ってくるの待ってると10時間以上はかかっちゃうから残念だけど、なんだろうね、あと拾ってくるって言ったら石とかかな。あとあれ、ネズミとか。でもそれは猫か。まあそんな感じで
残念だけど。よしよし、じゃあ最後にあれだね、あのポチのアルバムを見て終わろうかな。何枚か写真を撮ってたんだよね。ね、このアルバム見てみよう。多分一番最初にももちゃんが赤ちゃん産んだ時に写真撮ったんだよね。7枚ぐらい撮ってる懐かしい、ポチの思い出とともに見ていこう。あ、これももちゃんが一番最初産んだ時だね。懐かしい、3匹こんなちっちゃくて、あの真ん中に写ってる他の子よりちょっと茶色が濃い子が、あのももこちゃんだね。今ルームにいる子が。そして、あ、これポチ、ポチがお水飲み終えた時のお引っ越ししてから撮りました。初お水をあげた時かな、このお家で。ポッチー、やっぱ愛着が。あ、でポッチが地面でゴロンゴロンしてる時の。このお庭良かったね。あ、ももちゃんもあの尻尾を振ってくれてる時の写真です。 あとこれポッチがいたずらでベッドで仰向けに寝てるんだよねでも気持ちよさそうにしてたから写真を撮ってしまった。あ、これもちょっと姿勢が違う感じかな、気持ちよさそうに寝てたからそして最後、あ、ここポチはなんかこっからお庭を眺めてるのが好きだったみたいで、こうやって見てたんだよね。私はそれを横目に見ながらハンターハンターをずっと読んでた、一巻からポチ、だいたいポチの一生はそうだね、空いてる時にハンターハンターを12冊読み終えるぐらいの持病だったね。長いようで短かった、短いようで長かった。寂しいね、ポチ、ありがとう、ももちゃんもね。じゃあこれにてペットイン TV の実況終了となります。ここまで見てくださった皆様、ありがとうございました。ペットを飼うって幸せだけどね、お別れもあるから、そこも含めてペットを飼うっていうことで。ふぅ、犬撫でたいな。猫も飼いたいな。いやでもお別れが辛いから、タカバはもうこの先は飼わないかもしれないです。またなんかペット系のゲームあったらやろうかな。じゃあ本当に見てくださってありがとうございました。じゃあまた何かの実況でお会いできればと思います。それではさようなら。